皆さんこんにちは、福田美術館の竹本です。本日は10月24日から開催されております悲運の画家たち展について、担当学芸員の阿部さんと一緒に、皆さんにご紹介していただきたいと思います。実はですね、福田美術館無事に、開館1周年を迎えました。ということで、今回の、悲運の画家たち展は実は福田コレクションの名作展となっております。名品を描いた画家たちがどんな人生のドラマを、持っていたのかということを阿部さんと一緒に見ていきたいと思いますので、では中に行きましょう。はい、1階では近代画家の作品を紹介しているんですけれども、その中でも真っ先に皆さんに見ていただきたいのが速水御舟の作品です。阿部さん、速水御舟はどんな人生を送った人だったんですか？はい、速水御舟は1894年に東京の浅草生まれた画家です。チャキチャキのりのっこですね。はいはい、彼は、東京画壇の一人としても、有名でございまして、幻想的な絵画であったり、こういろいろ人生を通して変遷していく画風というのは非常に、人気な画家として知られています。教科書にもね、確か載ってるので皆さんご存知だと思うんですけど、はいはい、彼は、25歳の時にちょっと悲運な経験をしておりまして、電車に左足を引かれてしまって切断するという事故に。結構若い時にそんな事故に遭われてたんですか？あ、それは知りませんでした。はい、この左足を切断したにもかかわらず、彼は、事故の翌月には絵を描き始めて早めにをして、精力的に活動し、そして1930年には養蚕を果たした。ヨーロッパにいたんですね。そうなんです。なるほど。パノラマギャラリーの方にもその時にヨーロッパの時に、ね、歌詞に描いたすごい可愛らしい絵がありますもんね。はい、なるほど。はい、ということは、事故に、若くして事故にあったけれども、もう全然そんなことに負けずに、微塵も感じさせません。ね、そうですよね。で、その中でもですね、今回何点出てるんでしたっけ、御舟は。前期と後期で12点展示してます。関西で御舟が12点って結構多いと思うんですけれども、その中でも一番人気の作品がこちらの猫ちゃんですよね。うちにもこの猫いるっていう方がすごい多いと思うんですけども、阿部さん、これ毛並みがすごくないですか？そうなんです。毛の一本一本まで、ね、はい、精密に描かれている。本当になんか撫でられそうな、なんかうちのこの透明なガラスだとなんかね、撫でられそうな感じなんですけどもぜひこの可愛い猫ちゃんにですね、実物あっていただきたいと思います。それでは、木村武山について次は紹介したいと思いますが、阿部さん、木村武山といえば、前の展覧会の大観と春草展の時に、彼らの仲間として、確か我々も作品を紹介してたと思うんですけれども、はい、武山自身はどんな方だったんですか？はい、木村武山は日本美術院で活躍した後、30歳頃から非常に人気を博していた。あ、じゃあもう若い頃からすごく認められてたってことですね。そうなんです。うん、絵の注文が絶えなかったので、夜中の2時3時までずっと絵を描き続けるような生活を送っていました。あ、結構ワーカホリックだったんですね。そうなんです。はい、ただこの生活がちょっとたたってしまったのか、脳溢血という病気で倒れてしまいまして、最終的にちょっと右手が麻痺するような。そうだったんですか。はい、でも絵描きさんとしてはなかなか大変なことですよね。はい、ただもうこの右手が使えないならば左手を使えばいいという、強い意志のもと、最終的には、左武山との意味を、はい、別名を、じゃあ左手を使って同じようにまた絵が描けるように努力をなさったということですね。すごい方ですね。はい、すごいです。絵の方もすごく素敵で、こちらは可愛い鶴の、ね、親子が描かれてますけども、はい、そうなんです。金泥などをふんだんに用いてすごく豪華な屏風になっています。うん、タケノコなどを見ていただけますと、こう竹やささに守られるような、すくすくと育っていってほしいというような願いが込められているような、なるほど、作品になっています。すごい温かい眼差しが感じられますね。はい、なるほど。もしかしたら、お嫁に行くときに描いた、なるほど、どなたかがお嬢さんの、ね、婚礼の時に注文なさったのかもしれないですね。はい、すごくしかし状態も良くて綺麗な、ね、屏風で、今回初公開ですよね。はい、初公開です。で、今回は前期に、こちらの屏風を展示しておりまして、後期では、竜田姫という、これまたすごい大作を、この季節にぴったりの作品を展示しておりますので、ぜひ実物をご覧ください。